どうもお疲れ様です。昨日おとといとね、特殊トレンドのパターンで発見がありましたので、まあ、検証とともにお話ししようかと思います。まず昨日私が検証したのは、その、利益のためと、それからね、経験のために挑戦をしましたよってことです。具体的に言うと、1時間軸で倍を入れたわけなんですよ。 もちろん、介入の危機があるっていうのはね、それを肌身で感じながらです。で、分かったことがあったんですけども、それをね、一時間軸でお話ししたいと思います。ちょっと待ってくださいね。で、まずはあ、このね、冷やしなんですけども、順調にこういうふうに伸びていって、前回の口先介入で値段が変わった145円はクリアしましたね。で、なんでクリアしたってことクリアしたかってことも、一時間軸の時にお話ししたいと思います。とりあえず、 えこの日足では上昇がまたね、再開してますよってことです。ただし、陰線がちょっとちらっと見えてますんで、ここまでで止まるかもしれないですね。それはまあ今日一日終わらないとわからないところです。で、4時間です。4時間は綺麗な一直線を描いて、上昇トレンド以外のものはね、考えられないぐらいのトレンドを描いてますね。だからこれは通常トレンドなんですよ。 で、問題は今日の肝であります1時間なんですけども、私が立てたね、仮説と昨日の検証で確かになと思ったのは、日中はご覧のように警戒してね、介入を警戒してあんまりね、貝が入ってなかったんですよ。ね。でも、深夜になってくると、こうやって急に貝が入り始めたというところがあります。これは私なりにんでかなっていうことの検証と、今思えばこういうことなんじゃないかなっていうのが、 だいたい19時を過ぎるとね、もう政府からの報道とか、金融庁の職員も家帰ってるわけですよ。つまり口先介入ができないんですよね。だからといって実際の為替介入をするほどの金額ではないってことを考えると、19時あたりまで口先介入がなければ、あとはね、トレンドが再発動するっていうふうに投資家さんは読むんじゃないかなと思って、昨日は含明益が長い間ありましたけども、私はこういうふうに上下に分けてね、 倍でエントリーしたわけでですよで4時とか5時には含み益が長くなってあもうこれはどっかでロスカットかなって考えていたんですがずっと見ているとね結局は為替介入じゃなくてその政府報道とかができないような19時を過ぎた時間帯からぐんぐん伸びていったわけですよねそれが昨日確認できたんで利益を取ることができたんですよだからこの含み益含み損っていうのはね もしかしたらっていうところから皆さんにはお勧めしないようにやってきました私がね人柱となって結果昨日おとといに限って分かったことがありますそれは口先介入ができないもうもはやね各新聞社とかカメラが官邸から去ってしまった19時以降にはまあトレンドが倍の方向に発動することがあるかなっていうところですで今もうそろそろね市場が始まるよっていう日本市場が始まるよって頃には 落ち着きを取り戻しててるるんんじゃなないいかなっていう風に見てるんですよここからね改めて利確組がどんどん進んできて、えー、145円台に戻っていくんじゃないかなっていうところを今日は見ていきたいですねそうなると昨日とあと同じですどこかでまたねレンジになりますからそうなったら介入が入るかどうか分かんないんでずっと黙っといて19時を過ぎたら倍で入り直すってことをねやろうかなと思います、えー、同じパターンで今日できれば3日目になります で、材料は今日の夜に入るかな入ったのかなちょっと見てみましょうか、材料ね。え、材料なんですけども、これですね、と二十27時にあったのがもう過ぎました。あれもう消えちゃったかな消えちゃいましたね。27時の材料があったんですけども、前ページに行きますね。えっ、ー、と、木曜日。これ、えっ、ー、と、あれ ?27 時。あれ ?8 月10日になっちゃった。もっと下か。すいません、余計な時間取らしちゃって。 えっと、16日の27時。これね、FOMC はありましたけども、特に影響を及ぼさずに今日に入りましたんで、あとは今日は深夜なんですよ。うんと、23時ぐらいそれから、あまあ、大したのないですね。だから、昨日とか一昨日と同じようなパターンで攻めていこうと思います。はい。じゃあ、今日お話ししたことは以上ですね。それでは、FX オリギャラフィの方は、また追加放送お待ちください。